日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？レジャーの夏、リエの日本大捜査、サマーバケーション in ジャパン。今週はジャパラビ、妖怪の国からご縁の国へ、鳥取島根大冒険第2章。先週は鳥取で最も有名な観光地、鳥取砂丘を徹底攻略。今週は砂丘を離れ鳥取港へ。目的はもちろん日本海の海の幸。訪ねるのは漁港に面したこちらの老舗です。イカさん。なんだイカ。夏はイカの季節だから。はいわ。香港だってイカ釣り。はいわ。でも2時間。そうです。鳥取もイカがすごい有名。マジ。うん。夏はイカ、冬はカニ。えっ、僕好きかも。はこう住めるよ。おう、見て目の前は漁港。ということは新鮮だね。超新鮮。じゃあいただきます。はい、待って。いや、食べ方がある。今まずこちら、大根おろしと酢味噌を中に入れてください。はい、はい、倒落去。はい、三茶匙羹。うん。跟住呢。で、このお醤油。はい、跟住落少少醬油。醬油夠唔夠啊？かけ終わったら夠。夠啊。豪快に混ぜる。好快的搞搞。いや。好快的搞搞。混ぜて。哇，中间有啲嘢滴出嚟喎。哇，掹下个膜，掹下个膜，越加。哇。好快的搞搞，哇，飞埋啲饭出嚟。通大面。嗯。通大啊。你混ざったら食べる。混ざったら。こんな感じね。はい。それ食べる。食べてください。おお。すごい新鮮だよね。本当に美味しい。あ、すごいいい匂い。本当？私も食べる。お、美味しそう。いただきます。今。甘い。甘い？うん。爽口でしょ？うん。いくらでも食べれる。美味しい海鮮の後は次の観光地へ移動。鳥取駅からスーパー松風で約30分、倉吉駅。ここから倉吉観光スタート。まずは鳥取20世紀梨記念館です。わあ、上海博物館。すごいね。なんか好大呀。いや、梨の博物館だよ。日本八大呀，上海博物館啊。大好。哇，咦，又真系几八大喎。この大きい梨、ここは韓国梨のコーナーです。売ってるおばさんみたいな。はい、こちらでございます。こちらは中国梨。中国梨。わ、蘋果梨。こちら、ペーレイ。あ、これ僕大好き。すごい甘い。ペーレイ梨、美味しいよね。僕こういう、いつもなんか外資で買ってるよ。こういうのもよく見る。ペーレイ。こちらは、日本が誇る日本の梨です。あ、水晶梨だ、おい。俺最中意水晶梨。すごい美味しいよね。これ高いよ、香港で。ね。こっちにある20世紀梨。お、20世紀梨。レイヤー。そうです、私です。20世紀梨。あ、お城。お、あの黄色に。マミーや。あれマミーれが。はいや。これタンパン文字な。そうだよ、いっぺんにね、4000の兄弟ができる。わー、精神は変だよ。はいや。レオマパも74歳まで現役で頑張って。74歳。そう、74歳まで頑張って、今はこうしてありがとうって称えられてる。すごい、素晴らしいマミーです。20世紀梨の母。あんたほんのり有名人だね。そうだよ、鳥取は20世紀梨が日本の半分のシェアを誇るんだ。あ、じゃあスイカは。鳥取はスイカも超有名。僕も有名なんだ。有名。よかった。あ、それからブドウも有名だよ。いや、ブドウいない。ブドウはそこで働いてる。あ、本当だ、ブドウ。あとね、イチゴも超有名。あ、イチゴ、イチゴも有名。そうだよ、イチゴも働いてる。あ、あれバナナ。何バナナは別に有名じゃない。ないんだ。あ、そう。じゃあ、そろそろ試食するよ。あ、うわ、ごめん。ブドウ、ブドウ。まあ、食レイヤー、食レイディア、試食。おいで。あ、試食だ。そうだよ。すいません、これ試食ですか。あ、そうですか。あ、試食あるんだ。お、本当だ。これだ。三種。新設。新設ですね。大きいね、梨。おい、レイラマ。うん。
わ、おいしい。辛を決めた。うん、水晶がいいわ、水晶がいいわ。うん、おいしいでしょ、試食。もう一種類あるよ。もう一種類試食がある。うわ、イエーイ。わんちゃう。わー、梨ってこのみずみずしいのが美味しいよね。食べてみよう。うん、うん、柔らかい。ラムワン。うん、あ、ほとんどそりゃみずみずしい、ね、やっぱり梨種類によって全然違うね。そうだね。さて、クイズ。ベア、この20世紀梨が取れる季節はいつですか？9月。ピコーン。ああ、知ってるんだ。すごいね。だから9月に来たら20世紀梨が食べれる。いいね、すっごい美味しいよ。でもね、ペンワン技術あるから1年中も食べれるんだよ。そうです。だからシーズン外で来ても1年中ここでは試食もできる。続いては倉吉に残る日本情緒を満喫。玉川に沿って並ぶ赤い瓦と白い漆喰壁の土蔵、川に連なって架けられた石橋、江戸時代から明治時代の建物がそのまま残る国の重要伝統的建造物群保存地区、白壁土蔵群赤瓦。歴史を感じながらの散策に大人気の観光スポットです。散策の後は今夜の宿へ。開湯850年の歴史を誇る三朝温泉です。うわー、見てこの温泉街。鳥取県の有名な温泉街、三朝温泉です。三地うどん、ワンチュンワンチュンワンチュン。見てこのバンケーションの気分の、この川、この橋を渡ったら、うん、温泉旅館がずっと並んでて、川の隣には露天風呂がある。そこワイルドな、 あの足湯だけ。はい、あの壁の向こうに混浴露天風呂、ムサイチンが。あそこペッペが見える。これが昔ながらの温泉街の開放感。ワンチュン。僕のペッペ見せたことないけど、もっといいところがあるんだ。行きたい？うん、カモン。心を癒す三朝川のせせらぎ、体に受ける優しい風、川の両サイドに立ち並ぶ日本情緒たっぷりの温泉旅館、美しい日本庭園が自慢のこちらの宿で最もくつろげる場所はもちろんこちらの露天風呂です。おー、もう気持ちいい。あ、なんで？なんでここ入っていいの？そうだよ、ここは貸し切りお風呂です。レイアヤン、ここは鳥取の有名旅館の露天風呂です。大浴場。違うんだよ、ここ3500円出せばここで貸し切りだよ。貸し切り？そうだよ。じゃあ入る？はや、たくさん入るよ。普通貸し切りって言ったら4人ぐらい入ればもういっぱいぐらいな大きさが普通なのに、普通、うん、特別なの。10人入っても余裕だね。そうだよ。でもここは宿泊客専用だよね。それです。え、ない、一般人でも大丈夫です。空いてれば。空いてるなね。入ることもできるんだ。ちょっと待って、10人一人入ると、うん、あ、みんな350円。そうなんだ。じゃあ100人だったら35円。1000人だったら3.5円。1000円。イエーイ。1000人だったら狭いんだよ、もう来る意味ない。救急なんだね。ゆったりする空間だから、家族だけでゆっくり入る、うん、いいね。今日は僕だけで、僕3500円払ったから、もうゆったりしたいんだから。私も入りたい。1750円。温泉気持ちよかった。え、リエ、え、やってカムクルこれは、わわカジカワ。あ、チンゴワ。はいや、今はチンゴワが縁結びの神様。え、なんでカエルって僕捨てるのは同じ味音で、帰るって無事に帰 る、そういう守りですね。これと違うんだよ。この地域では6月ぐらいになるとカジカガエルっていうカエルが本当にいて鳴くんだって、綺麗な声で。え、歌うんだ。歌う。だからそれを聞きに地元の人たちがこの橋に集まってきて、うん、そこで出会って恋に落ちる。何十ロメンチック物語なの。だからカジカガエルが縁結びの神様になりました。じゃあ僕触らない方がいいかな。点解呀？因为我已经有心上瘾嘅咧。良縁成就，恋爱成就，夫妇圆满，夫妇子孙繁栄，子孙繁栄。哎呀！触る。あ、反応した。何が？
心が。来週は、僕の名前は名探偵コナン。メアリエ。コナン。コナン、本物のコナンになりました。イエーイ。じゃあ僕はカイドキッドです。ジャパナビ鳥取島根大冒険、来週もお見逃しなく。どー